の前だ高俊選手。はい、はい、チーズ。だるってな。いや落ち込んでるわけじゃん。多分。頑張って行こうよな。予選は6番手でした。昨年ここ鈴鹿ツインのウィナー。さあ今年もこの開幕戦を勝って。勢いを乗せることができるのかシリーズチャンピオンに向けて、カナンバーは4リノンタイヤドリフトチームオレンジ A90スープラ小橋正則選手。そして対するは予選は22番手でした。これまでのベストはトップ16つとまで2018年以来のそれを上回る結果を、カーナンバーは3ファイレックスタイヤナビゲート S14 シルビア今前だ高俊選手。さあ以上16名の選手、対戦がいよいよ。はい、ハンドルもまっすぐなっても下がる、ステアリングまっすぐセンターだろ、オッケー。今までってもいい走りでしたね。そうですよね。あのだからあの接触がちょっと、ね、もったいなかったなと思います。左側に小林選手、はい、右側に今前田選手、ジャッジが3名ともつけましたね。でこの対戦勝ち上がったのは馬車の1個走りキャッチザウィン。ジョージこれエネゴリエネゴリにモンキーを出してこれって誰書いてるの？俺やってる。これ寺田さん書いてるの？そんな才能あったんすか？そんなしかないの生えてないでしょ。ちゃんとこうちゃん、ここ中身や表面ちゃうねどこで覚えたんすか？自学自学自学自分で学ぶと書いてる。そうそうそう自学自学え、独学自学何があるんですか、そこにお疲れお疲れお疲れ、皆さんお疲れ様です。ありがとうございま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 す。ほらほらい、ほらほらい、はいはい。どう繋がるんですか？ここにの、この玉があって、はい、ここがこう、こうなってるんです。こうなってて、はい、こういう分かりやすい
ガチャンと1回ロックして、で下回り、球が下に飛び出てないから入っているかなというふうにしてください。確認して。はい。敷いて、で、まあ、その2つを、そのままこう通していただいて、上側を通してもらって、うん、で、赤は赤で、赤は赤で。赤は赤でこうガチャンと止めてもらって、はい、そうそうそう。で、配線は配線で、じゃ上通していただいて。上通して。で、そして、このサイドブレーキがよくこう上がってるんですけども、上がってるままじゃ走れないので、絶対に。絶対下げる。はい、はい、下げる。で、横に倒してもらって、はい、で、こっちにやってもらいます。はい。そしたら、抜けますので。抜けますので。そのまま差し替えていただいて。はい。こんな感じで。うん、ちょっとだけ戻していただいて、ピンを刺してあげる。あ、そのまま刺すんやん。はい。はい、で、また解除して、ガチャンと入ったかどうか。じゃあ、これで。降りてるかな、降りてるか、こんな感じです。で、OK。 はい、締めて、これ言わずジャッキみたいなもんですね。でこうやって上がりますけど、うわすげえ。腰が痛くなるので、はい、刺す前にこのスロープを腰曲げる角度がちょっとでも足になるように刺します。ちゃんと言います。でこれちゃんと乗って入ってるかの確認。これがないとたまに来るこうバーンって外れたりとか。あトレーラーって少し前荷重にしないとトレーラーがスネーキング現象っていうこういう風にフラフラする現象が起こってしまう。で、まあ、こういうタイヤが積んでるからタイヤ積んだ状態で少し前荷重にあるような位置にこれをセットする感じです。いつも乗せてる車なんで大概この辺かなで、乗せた後にこうタイヤをこう挟んでバンド締め込んだら分かったから早くノーセーロノーセーロノーセーロ専属チャンネルを専属専属ですよ。ドリフトの専属チャンネル。専属ありがとうございました。専属専属専属。